ヘンリー・ジェームズ・ハリー・レドナップは、イングランド・ロンドン出身のサッカー指導者、元サッカー選手。現役時代のポジションはミッドフィールダー。元イングランド代表 MF のジェイミー・レドナップは、息子であり、老いに、チェルシー FC のフランク・ランパードがいる。少年時代のレドナップは当初地元ロンドンのサッカークラブであるアーセナルのファンであったが、11歳の時に同じロンドンのクラブである。 トッテナムホットスパー FC の下部組織に入団した。後にトッテナムの監督に就任するに際して彼は昔からトッテナムが大好きだったと述べている。1965年17歳でウエストハムユナイテッドとプロ契約するとトップチームで通算149試合に出場し8ゴールを挙げてた。1972年に AFC ボーンマスに移籍すると4年間で101試合に出場5ゴールを記録する。その後ブレントフォード FC を経て北米サッカーリーグのシアトルサウンダーズに移った。選手としてボーンマスを離れてから6年後、再び指導者としてチームへと戻った。この時の肩書きはデビッド・ウェブ監督のアシスタントコーチであった。ウェブが トーキーユナイテッド FC の監督に就任した際に、監督への昇格を希望したが、ドン・メグソンがその座に就いた。しかし、メグソン率いるチームはサンブリーグ界に低迷し、レドナップが監督に就任した。レドナップは低迷するチームを押し上げ、その年の FA カップ3回戦で、マンチェスターユナイテッド FC を破った。何年かサンブリーグの注意あたりをさまよった後、 1986から87シーズンにクラブ最多記録である97の勝ち点を挙げてリーグ優勝2部に昇格した。3年後の1990年に故障者が続出してチームは低迷。再び3部リーグへの降格を余儀なくされた。1990年のイタリア W 杯開催中に5人の死者を出す自動車事故に巻き込まれた。 事故の影響で嗅覚が麻痺してしたものの病状は回復したが思うような選手が獲得できないことに失望して1991から92シーズン終了後にクラブを去った。アシスタントコーチとしてウエストハムに復帰すると1994年夏にビリー・ボンズの解任を受けて監督に就任した。降格と昇格を繰り返していたチームをプレミアリーグに定着させ、 安定したチームを作り上げた。当時ウエストハムのユースアカデミーには、リオ・ファーディナンド、フランク・ランパード、ジョー・コール、マイケル・キャリックといった後にプレミアリーグのスターとなる若手選手が多く在籍していた。遺跡市場では獲得した外国人選手が期待外れに終わるということが多かったものの、1998年のシーズンを8位で終えると、 翌1998から99シーズンは5位まで順位を上げ、インターートとカップの出場権を得た。そのインターートとカップに優勝して UEFA 杯に参戦するが、慣れない過密日程に苦しめられ、99から00シーズンのリーグ戦は1993年の昇格以来最低となる15位という結果に終わった。当時彼は、 クラブ側から4年間の新契約を提示されていたが、彼のいくつかの不用意な発言が、サポーターマガジンに掲載されたことが、クラブの不況を買い、その年解任された。2001年の夏に彼は、ポーツマスのフットボールディレクターに就任した。クラブの不調によって2002年3月に、グラハムリックス監督が解任されるとその後任として、クラブを指揮し、2002から03シーズンの2部リーグで、 優勝。プレミアリーグへの昇格を決めた。この年、ポーツマスと入れ替わりに2部リーグへと降格したのは、彼の前チームである、ウエストハムであった。翌2003から04シーズンもプレミアリーグの残留を果たしたが、クラブのオーナーであるミラン・マンダリッチと人事をめぐって、対立。2004年11月にクラブを去った。ポーツマス辞任の数週間後、彼は、 ポーツマスにほど近いサウサンプトン FC の監督に就任した。この遺跡劇はライバルクラブである両チームのサポーターの感情を逆なでした。彼の使命は前の14試合で1勝しか挙げられていなかったクラブをプレミアリーグに残留させることであり、何選手かの補強したものの27年ぶりに2部リーグに降格した。翌2005から06シーズンは プレミアリーグ昇格を目指していたが、ここでもオーナーのルッパートローとコーチ人事をめぐって対立し、アラン・ペラン監督を解任したばかりであったポーツマスに再び戻ることになった。2005年12月7日、降格の危機にあったポーツマスの監督に再び就任した。当初は残留が危ぶまれたものの、ロシア系フランス人の富豪であるアレクサンドル・ガイダ・マク。 がオーナーに就任したことによって資金面の不安が解消され、チームは好調を維持した。結局、レドナップは1950年以来最も高い順位である9位でこのシーズンを終える。2007年の10月にレドナップはポーツマスと2011年までの契約を結んだ。2008年1月、レドナップが入滑するユナイテッドの監督に就任するのでは、 ないかという報道が流れた。当時ニューカッスルはサム・アラダイス監督を解任したばかりでその公認を探していた。しかし彼はポーツマスに残り、結局ケビン・キーガンが監督に就任することになった。2008年5月8日、FA 杯決勝でポーツマスはカーディフをヌアンコカヌのゴールを守り切って1から0で勝利、チームは69年ぶりのタイトルを獲得した。 2008から09シーズンのプレミアリーグでファンデラモス監督率いるトッテナムホットスパーは8試合を終えて一勝も挙げられず2008年10月24日にラモスは解任されたこれを受けてレドナップのトッテナムへの電撃的な遺跡が発表されポーツマスはトッテナムから保証金として500万ポンドを受け取ったトッテナムの監督就任についてレドナップは今回のオファーは 到底断れるものではなかったと語っている。就任後は自身が指揮官時代に獲得したポーツマスの中心選手であるジャーメインデイフォをはじめピーター・クラウチ、ニコ・クラニチャールを獲得し再び指揮官に置いた。2009から2010シーズンは大幅な戦力補強を行いマンチェスター・シティ リバプールなどを抑え2010から2011シーズンのチャンピオンズリーグ出場権を獲得した。2012年6月14日、トッテナム監督退任が発表された。9月からフルスボーンワスの顧問を務めていたが、2012年11月24日、解任されたマーク・ヒューズの後任として、クイーンズ・パーク・レンジャーズ FC の監督に就任した。契約期間は2年半。 2016年からサッカーヨルダン代表監督に就任した。2017年4月18日、バーミンガムシティ FC の監督に就任した。2017年9月16日、公式戦6連敗、リーグ戦で24チーム中23位に低迷したことで解任された。ありがとうございます。